はい、はい、ということで、はい、今日はマヨをゲストに迎えてあることをやっていこうと思うんですが、うんうんうん、みんな明日4月17日何の日か知ってますか？何の日だろうな。こういうとこな、こういうとこな。はい、おおおお、そうです。だからマヨの誕生日です。おめでとう。ありがとう。誕生日が来た、今年も。いや嬉しい、この前日という。いや私も嬉しい、本当に嬉しい、もらえてめっちゃ嬉しいわ。ありがとうね、はい、みんなコメントもありがとう。おめでとう。嬉しい、ありがとう。ということで、はい、誕生日ケーキを用意しました。え、本当に？めっちゃ嬉しい。わ、美味しそうなケーキが。あ、美味しそうなケーキが。わ、美味しそうなケーキが。見てください、なっちゃんず。かわいい。なっちゃん、すごいよ。お花がたくさん舞ってるよ。なっチャンネルでケーキだよ。あ、かわいい。ありがとうございます。かわいい。はい。でもね、まあ用意したんだけど、うん、ただではあげられません。なんだと？今から2人でゲームに挑戦して、スタッフが決めたところまでクリアしないとケーキはなしです。なんだと？こんな目の前にあるのに食べれないの？まだ、すごい。なんかすごいちゃんとした番組っぽい。今までにない感じ。はい、ということで、ケーキをかけてプレイするのは、うん、イップとオップ。おお、なんだそれは。イップとオップです。イップとオップ、知ってる？うん、初めて聞いた。うん、私も知らない。でも可愛いね、イップとオップって、ね、響きがね、響きが可愛い。はい、ということで、イップとオップは2人プレイ用の協力ゲームです。操作は歩くこととジャンプだけになっており、シンプルですが、とにかくチームワークが必要。チームワーク、はい、お互い助け合わなければ先へと進むことはできないそうです。まあ、私たちチームワークはね、あるよね。もうバッチリでしょ。ゲーム得意だしな。いえ、ゲーム得意だしね。本当だよ、いける。はい、で、今回2ステージクリアで私の大好きなビールが飲めます。で、3ステージクリアでケーキゲットという。なるほど。です。ケーキとビールをかけて協力してゲームをクリアしましょう。お酒も飲めるし、ケーキも食べれるかもってことでしょ。よし、さっさと2ステージまで行こうぜ。行こうぜ、行こうぜ。はい、じゃあ早速プレイしてみます。ケーキを回収します。あそうだ、ケーキ、バイバイ、また後でなとか言って落としそうだ。でも、いや、落としたらもう笑えないよ。笑えない。よしよしよし。はい、さて、さて、さて、私が緑で、私が赤だね。マヤが赤ですね。さあ、じゃあちょっとさっき練習して、そう、練習ちょっとして、前下で、ごめんごめん、行くね。しかもでも本当ジャンプと移動だけのやつなんで、この黒いやつは白いのを倒すと消えるらしい。消えるの。でも黒いのに当たるとどうなるか一回やってみる？落ちちゃった。一回ね、当たるよ。うわーってね、なくなっちゃうの。これなんか一人が倒れるともう一人も連帯責任みたいな感じ。そう。だからどっちも生き残ってないと進めないっていう。面白いよね、これ。なんかすごい、私好きな。眉がね、結構うまいからいけそうな気がする。いやいやいや、そんなことないよ。よし、ということで、あ、危ない。あ、危ない。あー、結構難しいよね、ここ。ちょっと待って、待って。あ、これなんかね、なんだろう、感性っていうの、なんか感性の法則っていうのかな。なんかうまいことさ、こう、なんだろう、こっちから、例えばこうやってシュッていくと、こうフューみたいな、こういうのがあるから、それが結構、それを利用して、ちょっと待って、ちょっと倒しに行くか。あ、いけない、これ一人じゃ無理だよ。ここは私が行って、こっち来て、なっちゃんこっち来て、なっちゃんこっち来て。はい、はい、よし。で、私が倒しまーす。倒してくれたら、あ、そっちお願いしていく。よしよし、任せろ。イエーイ。いいね、いいね、いい感じよ。いいよ。これはすぐビールに行けそうだよ。やったぜ、お酒飲みたいぞ。私だってこの番組来たから飲めると思って来てるもん。もイエーイ。ね、前もお酒好きだもん。好きよ。あ、待って。あし。あ、いいのか。あ、でね、ここから皆さん面白い見せます。これね、これ飛ぶでしょ。チョーってやって、こっち行くとピューって行くの。すごくない？すごいでしょ。これがね、楽しいの。おいで、おいで。じゃあ何？なっちゃん頑張って、頑張って。乗って、乗って、ジャンプした瞬間に。あっ！で、すごーい。
あ、で、ここはこの、じゃあ台に乗っていくのか。あ、危ない。ちょっと待って、いよいよ心の準備が。よし、はい、待って、私が倒せるかも、これで。お、ほんとだ。これも協力プレイですよ。こんな白いの取ったらどうなんだ。なんだろうね、なんかポイントとかかな。まあでもね、クリアすればいいか。お、暗くなりましたよ。おお、これで1ステージクリア。クリア、やったー。順調だよ、楽勝だぜ。楽勝だよ。